合津藩公日、新幹全形復元された日本最古のプールとされる、水蓮城非新幹天問題後日新幹は、合津藩の藩公、白虎隊をはじめ、母親戦争やその後に活躍する人材を数多く輩出した。1798年、合津藩が老、田中玄斎の震源により計画される。1803年、合津藩の御用商人であった。 須田新九郎が新築経費を寄付したため、藍津若松城の西隣に日清館の校舎が完成。東西約120件、南北およそ60件の敷地に日本最古のプールといわれる水蓮場や天文台までをも備えた全国有数の藩校であった。日清館は徹底したエリート教育の場で、藍津藩士の指定のみに限定義務付けられた。 当時の合津藩の上級藩士の指定は10歳になると日清館に入学した。15歳までは素読書に属し、霊法、書学、武術などを学んだ。素読書を終了したもので、成績優秀者は公爵書への入学が認められ、そこでも優秀な者には江戸や他藩への留学が許された。1868年、母親戦争により後者は消失。減損するのは、 会津若松城市西側に残る天文台跡のみ。実際の犯行は消失したものの犯行に関する図面などの資料が残っていたため、総工費34億円を費やし、1987年3月に会津犯行日新館として、会津若松市下東町に完全復元、開館した。この施設は、博物館、道場、研修や宿泊施設、 映画撮影所などを兼ねており、各種の武道団体も頻繁に練習や合宿に利用している。ありがとうございます。